ハロー板橋、鋳造です。今日はですね、常盤台駅南口に来ております。南口の正面の面白コミュニティスペース、レンタルスペースの常盤台ベースさん、こっちのね、常盤台銀座商店街の方に歩いていきます。あ、このね、ビストロトラヤさん、カレーが美味しいんですよね。龍神さんのラーメンも美味しいですよね。ちょっと前にできた唐揚げ屋さんで、こちらが常盤台銀座商店街。左に行くとね、あの常盤台駅の踏切がすぐそこです。その反対側、駅を背にして進みます。柿酒場の鈴木んち、1個200円からで、その隣がね、新しくリニューアルする吉屋さん、もうすぐオープン。ピカピカだな。中伊豆さんを通って鳥中総本店に焼肉三葉、魚屋さん、竹山魚店さんの海鮮丼めちゃめちゃ美味しいんでおすすめです。商店街を抜けて川越街道まで来ました。信号を渡った先の人気のラーメン屋さんの太麺太郎、もうその隣、こちらのお店です。淡路島バーガー。淡路島ってあんまりハンバーガーのイメージなかったけど、ハンバーガーですね。こちらが注文カウンターになってまして、こちらがメニューですね。ハンバーガーが淡路島バーガー、照り焼きバーガー、チェダーチーズバーガー、3種類あって、それぞれのセットがあるみたいです。セットはバーガーとポテトとドリンクの3点、サイドメニューがオニオンリング、フライドポテト、スパイシーポテト、あとドリンク、島レモンソーダとかあるんですね。あ、淡路ビール。混み具合によりますが、15分から20分ほどお時間がかかる場合もあります。あとは電話予約は、まあ、今は受けられないということで、よろしくお願いしますとのことでした。で、席はこんなカウンター席と、あの奥にテーブル席があります。できました。はい、シマレモンソーダです。はい、シマレモンソーダです。かわいいですね。かわいい。ハンバーガーの厚みがすごいですね。ポテトもどっさり。これはガブッと肉系ですね。レタスとシャキシャキのトマトと、あと玉ねぎがね、甘い玉ねぎがいい仕事してます。肉もね、思った以上にすごい厚くて、肉々しいジューシーなお肉ですね。でもね、なんとなくこう優しい感じの味わいというか、和風ハンバーガーって言ったらいいのかな。例えで他の店出すのはあれかもしれないけど、ちょっとモスバーガーのなんていうか連想させるというか、まあ、少なくとも中に近いハンバーガーよりモスバーガーをちょっとイメージはちょっと近いかもしれないですね。夢中になってハンバーガーを食べたらポテトに手をつけてなかったというね、まあ、僕の中ではよくあることです。
こちらの淡路島レモンソーダ。美味しい。島のレモンソーダ、爽やかなレモンの味わいですね。なんだろう、このちょっとどことなくそのノスタルジーを感じるというか、キュンとするレモンソーダです。ようやくポテト。ポテトの量結構な量ですね。でさっきハンバーガーをモスバーガーに近いかもって言ったんですけど、ポテトはね逆にあのマックに近い形ですね。この細さ、細いタイプのフライドポテトです。あの肉汁のハンバーガーのソースにつけて食べるというハンバーガー屋さんでやりたくなっちゃう技。やっぱりこれ、いや美味しかった。あの野菜が印象的なハンバーガーで、なんか優しい感じでしたね。興味がある方は試してみてはいかがでしょうか。板橋タイムズは東京都板橋区に特化して情報を発信しております。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。